大神武天皇御即位から金城陛下125代まで、男系で万世一系で、継承をされてきたと。そのような中でですね、この有識者の皆様が様々議論をされて、こういう今の本当に民主党政権のですねいろいろな行動を見ておりますと心配でなりませんので、いわゆる報道の自由度ランキングっていうのを毎年国境なき記者団っていうパリに本拠を置いているその国際 NGO が発表してるんですけれど、皆さんご存知の通り今日本の報道のメディアの自由度ランキングっていうのは70くらいに落ちていて、まあいわゆる先進国ではビリッケツくらいなんです。でその選評っていうか、なぜ日本の報道メディアの自由度ランキングがそんなに低いのかっていうのがこう書いてあって、僕読んでみると、要するにまあもちろん例えば安倍政権下で起きたような特定秘密保護法であったりとか、まあつまり報道の自由を制限するような政治のありようとか、あるいはその、ね、こう総務省の文書で明らかになった、はい、けしからん番組は取り締まれみたいなことを政権が言ってるとか、はい、そういうその政治によるこう横暴みたいなものも報道の自由度ランキングを下げてるんだけれども、ね、僕はそういう印象的だったのは日本の公開だったんですよ。日本のジャーナリストたちは、はい、概ね安全な取材環境を享受していると。あ、しかし、はい、自主規制が非常に強いと、それによって報道の自由度を下げているっていう、はい、こう記述もあるんですよ、はい、その、はい、国境なき記者団の記述の中にね、はい、選評の中に、それって、まあ、要するに今回のジャニーズの問題も、それから、まあ、一強政権に対するそのメディアのありようも全部一緒じゃないかと、うん、つまり報じる、まあ、報じようと思えば報じられるのに、うん、報じない、あるいは萎縮して書かない、うん、あれ報じないっていう メディアのありようが日本の報道の問題点だっていうのは、これは本当にそのなんていうかな、こう通知表としては相当厳しい通知表で、それが今回のこのジャニーズの問題なんかにもよく現れてるのかなっていう気がしてしょうがないんですよね、うん、まあ、だからそれはまあ僕らのメディアの側の人間なので、はい、あの問題なので、はい、まあ、そのあたりは本当にこう今回のことをこう多産と一としながら考えなきゃいけないだろうなというふうな気はしますけれどもね、うん、そうですね、うん、で、はい、でちょっと話題変えるんですけれども、はいはい、一個だけ全然ガラッと変わるんですけれど、今日ちょっと最後にっていうか後半でお話したいなと思って考えてきたのが、神宮外苑の再開発問題、はい、これ僕あんまりこうあちこちで喋ったことなかったんですけど、少し前にサンデー毎日っていうところで僕ちょっと原稿書いてですね、不思議でしょうがないことがあるんですよ。神宮外苑、私も神宮外苑の再開発っていうのは東京新聞が割合と、そうですね、これはこんなにイチョウの木が切り落とされるとか、坂本龍一さんがすごくそれを気に病んでいたとか、まあ、で最近では森真由美さん作家の方をはじめ何人かね、結構署名が集まっているって話、まあ、そのあたりはまあだからそう、まあ、東京新聞はね、はい、東京新聞は東京の地元紙なので熱心にやる、はい、から最近だとこれも皆さんご存知でしょうけど、サザンオールスターズの桑田佳祐さんが、はい、曲をね、そうですね、はい、曲を作られて、ご自身のメッセージの中でラジオ番組か何かで、はい、その坂本さんのこうそういうメッセージを受けてこういう曲を作ってみたっていうことで、その貴重な森を壊していいのかっていうような歌を作られて、僕もちょっと聞いてみて素晴らしい歌だなと思ったし、はい、まあ、だからある意味でその神宮の外苑のこう森をやっぱり守るべきだってい こう動き、はい、まあそのこう作家の村上春樹さんなんかもそうですけれども、はい、ああいうその貴重なね、はい、先達たちが作ってきて、うん、こうようやくこうできてきた、うん、100年かけて作ってきたああいう森を、はい、まあ、貴重なものなので、その環境保護だったりとかっていう側面も含めて守るべきだっていうことをおっしゃってるんですよ。でも不思議だなと思ってることが一つあって、はい、これ神宮外苑ってね、はい、こう今声を上げてる人たちってアーティストとか、はい、これからまあ東京新聞とかもそうですけど、はい、どっちかっていうと、まあ、これ政治的に分類することの意味ってあんまりないかもしれないけど、リベラルとか、はい、まあそうですね、こう左派って言われるような人たちとかそういう人たちじゃないですか、あるいはアーティストとかね、はいはいはい、でもね、神宮外苑ってものの本来の成り立ちを考えたら、はい、残るべき人たちがいてもいいんじゃないかなと思うわけですよ。あ、保守派がね、そう、あれもともと明治天皇のって、はい、そうなんですよ、ね、これ僕そういうことに関する見識があまりないので、うん、実は僕が尊敬しているっていうか数少ない、まあ、新生の右翼っていうかね、新生の保守派のですね、月刊日本っていう雑誌があって、はい、僕ちょっと連載コラム連載してるんですけれども、うん、月刊日本っていう、まあ、新生の保守雑誌っていうか、まあ、ご自身でも言ってるんですけれども、編集主管をされている南岡喜八郎さんっていうですね、はい、実はこのラジオ関東にもちょっと関係、ラジオ日本の前身のラジオ関東の幹部をされた人なんです。
ですけど、そうなんですか、この人がね、その最新の南岡さんがね、その最新の月刊日本で、明治神宮外苑が何かっていうのをね、こう書かれてるんですよ、はい、でそこなんて書いてあるかちょっと読みますね、はい、そもそも明治神宮は明治天皇と昭憲皇太后の遺徳を末永く後世に伝えるために創建をされ、はい、神宮外苑はお二人の遺徳を偲ぶ国民の奉仕で造成されたものです。今も残る鬱蒼たる樹林は創建時に全国から見木をされ、樹齢100年を超えるものもあります、はい、昭和12年に刊行された明治神宮外苑誌には国民の志を持って献金と見木奉仕によって造営されたことが詳細に記されています、はい、外苑の緑はただの森林ではなく、神社の鎮守の森なのです。鎮守の森に育った巨大な樹木は自然崇拝の対象であり、樹木そのものが神の依代なのですというふうに書いたんですよ、つまり明治天皇の遺徳と明治天皇の遺徳を偲ぶ国民たちが、こう献木したり献金したりとして作ったものが、そのあの明治神宮の外苑の緑であるっていう、この右派的なというか右翼的な思想を考えたら、これ本当は保守を自称する人たちがこの明治神宮の緑を守るべきだって言い出すしてもおかしくないでしょ、でもそうじゃない人たちが言い出してる。 そうなんですよ。そもそもあの明治神宮外苑の再開発って、まあ、私もよく分かってないんですけど、東京都がやってるんですか、あれはね、あの民間です。あの宗教法人明治神宮と、はい、それから三井不動産と、それから、伊藤忠商事などがやってるんです。伊藤忠の横の CI プラザが、あのこの間なんか工事が始まってたから、いよいよここなんだと思った。そうなんです。だから明治神宮と三井不動産と伊藤忠商事などが主体となって、はいはい、だから簡単に言うと、神宮球場とか秩父宮ラグビー場とかはそこら辺を全部建て替えて、でその大規模再開発をする。で、それに伴ってあそこら辺の木を伐採してるんですけれども、と合わせて200メートル近い超高層ビルもあそこに2棟作るんですよ。だからあそこの風景が全然変わるんですよ、ね、素敵なのにね。素敵ですよ。で、その東京都なんかはそれをこう認可するっていうか、認める、承認する立場で、で、まあその、その事業を進めている、その明治神宮とか三井不動産とか伊藤忠商事、それから東京都なんかも言ってるのは、切るんだけれど、それ以上に今度、なんていうの、植樹するので、最終的には全然その緑が壊れないっていうんだけれども、でもそれは樹齢100年とか超える木が次々切られちゃうし、はい、あと神宮外苑 のイチョウ並木ありますよね、はいはいはい、あそこも近くまで新しい建物が建っちゃうので、根っこやられちゃって枯れちゃうんじゃないのっていう心配をされてるっていう、はい、あとなんかあの東京新聞だと移築って言わないのかもしれません、あの木そのものを、あのずらすと、でもそんなことしたら樹齢100年のものって 根がどう生えてるかっていう問題があるから、まあ、すぐ死んじゃうかもしれないしっていう、そういう心配もありますもんね。でそうなんですよね。で先ほどの話に戻るとね、そのこれね、明治っていうのが僕が見ているところ最近の日本 その右派というか保守派、まあ、僕に言わせればまあ右派なんだけど、まあ、一般的にあのよく言ってる保守っていう人たちにとって言い方をすればね、明治っていうのがある意味で一つのキーポイントなんですよ。つまり近代日本の始まりみたいなというふうに捉えてるわけですね、だから明治の精神っていうのをこう最近の右派、例えば安倍政権なんかはことさらに賛美して、これ皆さん覚えてらっしゃるかどうか、岩瀬さんどうですか、5年前に明治開元150年っていうのを祝う政府主催の式典まで開いてるんですよ。全く覚えてない。覚えてないですか、これ5年前ですから2018年だったと思いますけれど、はい、これ確か安倍政権下ですけれども、はい、明治開元150年っていうのをそのことほいで政府主催の式典も開いたんですね。で、それから最近例えば選択的夫婦別姓とか、はい、同性婚とかに反対する人たちっていうのがなぜ反対するのかっていう話は僕この番組で何度も何度もしてきたと思いますけれども、はい、それっていうのはどういうことかって言えば、いわゆる伝統的家族っていうものが壊されてしまうと、で伝統的家族ってものがなぜそれが大事かとか、伝統的家族ってものをなぜ彼らが大事にするかって言えば、大きく言えばこの国は天皇を中心とする一大家族国家であって、でその家族っていうものはその天皇を中心とする頂点とする一大家族国家の一つのパーツパーツである。つまり伝統的家族ってものをぶっ壊してしまうことは、そのこの国のいわゆる国体っていうものをぶっ壊してしまうことにつながるんだと。だから天皇っていうのはその女系女性は絶対許さないと、これはあくまでも男系男子じゃなくてならない。でと同時に家族っていうものはその男子を一つの戸主とする、そのいわゆる伝統的家族ってものを守らなくちゃいけない。だからその選択的夫婦別姓
とか、うん、はい、同性婚なんてものを認めたら、はいはい、伝統的家族が壊れる、果ては天皇を中心とするこの国のいわゆる国体ってものが壊れてしまうんだっていうのが、うん、こう彼らが、はい、その、うん、あの、うん、選択的夫婦別姓とか、はい、あるいはその同性婚ってものに頑強に反対をする、目をつり上げて反対をする大きな理由になってますね、はい、でこの国体とか伝統的家族ってものは何か、うん、いつ作られたものかって言えば、うん、これ明治期に国家をその近代国家をその近代の統合国家を作るために明治期に作られたある種の幻想、うん、それまでにそんなものはなかったわけですよ、うん、それを明治期にそれを作ったわけですよね、はい、その天皇がを頂点とし、その伝統的家族ってものをこうその部品としながら日本は統合的な国家を作っていくんだ、まあ、そのミスがある種その先の大戦のミステイクなんかにも続いていってしまうんだけれども、うん、ただということはですよ、つまり明治期に作られたそういうその天皇を中心とする伝統的家族みたいなものの価値観ってものを重視するから、その選択的夫婦別姓も許さない、はいはい、それから同性婚も許さない、だからその性的少数者の人権保護も認めないっていうふうに言っている人たちが、なぜこの明治天皇の遺徳を継いでいる、あるいは明治天皇の遺徳に対してこう本当に敬意を持って献木をして寄付をして作られた民の心を、外あの外苑、神宮外苑のあの緑の破壊行為に対して一切怒らないのか、問題視しないのか、不思議じゃないですか。不思議ですね。不思議でしょう。不思議ですね、うん、もし永田町の方が聞いていたらどうにかちょっといやだからね、結局のところ僕はだからこれ結論を言うとね、いやそうじゃないんだったら本当にそのだから明治神宮外苑の緑を守るためにそういう方々立ち上がってほしいんですけれど、そうじゃないとするんだったら、うん、伝統的家族なんて言ってる人たちっていうのは要するにそういう時だけは言うけれども、これ今回この神宮外苑の再開発で宗教法人その明治神宮や三井不動産とか伊藤忠商事はすごい儲かるわけですよ。だからみんな怒ってるわけでしょ。つまり坂本龍一さんがおっしゃってるような、うん、目の前の利益とかのために先人たちが100年作って築いてきた緑を壊しちゃいけませんって坂本龍一さんたちは言ってるわけじゃないですか、うん、はい、でも要するにあれをやると儲かるわけですよ。つまり儲けがのためには別に明治天皇の遺徳そんなのどうでもいいよっていうふうに思ってるんじゃないですか、あなたたちは、というふうに思われても仕方ないじゃありませんか、うん、そうですね、うん、だから要するにじゃああんたたちのね、その明治150年とか伝統的家族とかね、はい、選択的夫婦別姓許さないっていうのは、うん、要するにお金とかそういうものでコロ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 変わるものに過ぎないんじゃないですかと本気で思ってるんだったら、やっぱり、その反対しても叱るべきですね。明治神宮外苑の緑をぶっ壊す、うん、緑を破壊する、伐採するっていうことに対して、うんうんうん、あなたたちきちんと声を上げてくださいっていうような感じがするんですけど、いかがなんですかね。そうですね、うん、あと、まあ、そういうことを切り離したとしてもあの秋の紅葉の季節、うん、イチョウ並木がね色変わるときに、うんうん、どれだけたくさんの人があそこを訪れて緑をめでているか、うん、その姿を、まあ、している人たちは、うん、あんまりあそこ壊してほしくないと思うのは当たり前だと思いますけど ね、 そうですよね、まあ、正確に言うと、うん、別にあそこ のイチョウ並木を、ね、うん、切るってわけじゃなくて、うん、ただ心配してるのはイチョウ並木のギリギリのところまでこう新しい建物、ね、あれは何だったかな、野球場だったかあのラグビー場だったか、はい、新しいのできちゃうので、はい、そういう意味で言うと別にイチョウ並木自体を壊すわけではないし、うん、だからイチョウ並木は残るんですけれど、でもひょっとすると枯れちゃうんじゃないか。でも神宮の森と言われるあの大きな、まあ、絵画館前のイチョウ並木から始まる、うんうん、そうですね、こう円形 あのくるくる回るあの道路の周り全部含めての神宮開発ですもんね。そうです。あだからあの奥の方の木はかなり伐採されてしまうし、うん、はいはい、あとまあこれは僕自身 それに関してちゃんとこう深く取材してるわけじゃないですけれども、でも例えば今だとこう野球場、軟式野球場とか結構一般の人たちが使えるような施設があるんですけれど、うん、そういうのはなくなってしまって、むしろ、うん、その本当プロがやるようなこう野球場であったりとかラグビー場みたいなものになって、あとあの地域には珍しい200メートル近い高層ビルが2本も建ってしまうっていうことですから、まあそれはこう開発してる側にしてみればこれは大きなまさに一等地を再開発して大きな儲けになるっていう思惑はあるんでしょうね。まあそこにそうですね、高層タワーマンションですか、買ったりしたら大変なことになるんでしょうね。サンデー毎日で書いたんですけどね、なんかちょっと僕は皮肉で書いたんですけど、その三島由紀夫っていう作家をね、はい、どう捉えるかっていう人たち、まあ、例えば本当にその文学的な意味ではこう敬意を持ってる人たちもいっぱいいるし、でも一方では非常にその右派的なというかね、最後自衛隊のこう、はいはい、一概の自衛隊 の、 その
自衛隊東部方面総監室前でこう自害したっていうところでいうと、日本の戦後の右派のシンボルでもあるんですけれど、その三島由紀夫がね、こうその市ヶ谷の自衛隊の施設のバルコニーに立って自衛隊員に向けて言ったのがね、こんなセリフなんですよ。日本は経済的繁栄にうつつを抜かし、精神的には空っぽになってしまっているって言って、三島はこう自衛隊員たちに劇を飛ばしたわけですよ。でも今その神宮外苑で行われていることって三島が言ってる通りじゃないですかっていう気がしません？そうですね、経済的繁栄にうつつを抜かし精神的には空っぽになってしまって、でそれに対して坂本龍一さんとか、そのまあこう村上春樹さんとか、あるいは桑田佳祐さんとか、あるいはいろんな作家の方々が声を上げている。それに対してそのこう普段は伝統的家族とかおっしゃっている方々が一切声を上げない。そうですね、与党からの声が全く聞こえてこない。与党からも声が上がらない。どうなってるんですかと。そうですね、まあ、もうすぐ国会も始まるから、ね、そしたらそこで何かあるのか。ないでしょう。はい、はい、青木修さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは女性天皇について猛反対している山谷恵里子さんの質疑をご覧ください。山谷恵里子君。自由民主党山谷恵里子でございます。まず皇室制度に関する有識者ヒアリングについてお伺いいたします。今年は西暦2012年、これはまあキリスト様が生まれた年だというふうにされておりますけれども、後期何年ですかね。井村官房長官。2672年だと思います。まあ、いわゆる西暦よりまだ660年前に、神武天皇が即位された、まあ、ここを多分起源としているんだと思います。山谷恵子君。第一代神武天皇ご即位から金城陛下125代まで、男系で万世一系で、継承されてきたと。そのような中でですね、女性宮家創設になったらもう必然的に皇位継承とは切り離せない問題が出てくるんですよ。それを藤村官房長官は切り離す切り離すとおっしゃらっていらっしゃるんですが、これはまあ知的怠惰というか想像力の欠如というか、どういうこう論拠で切り離せるとお考えなんですか。そこは今有識者からもまさにさまざまご意見をお伺いしているところでありますので、私がこうするとかああするとかこうしたいとかしたいということは、これは今発言すべきではない。まあ、でも藤村官房長官は皇位継承と検討は切り離す、野田総理もそういうふうにおっしゃっていらっしゃるんです。平成17年皇室典範に関する有識者会にですね、小泉内閣の時に作られたというふうに言われているんですが、実はですねこれ橋本内閣時代に古川官房副長官に橋本総理が指示をなさって、内々に内閣官房と内閣法制局と宮内庁が非公式検討会を作って、平成16年5月に極秘文書ができていた。それがですねそのまんま平成17年の有識者、それ多分ご存知ないと思いますよ。私はその時安倍官房長官の政務官で準備担当室の担当でしたから。それでね、橋本総理がですねこういうこと言ってらっしゃるんです。新聞のインタビューに答えて、有識者会議の議論をどう見るか、プロセス手順に非常に不満を持っている。私は皇室の中にもいくつかの意見があることを知っていたので、古川君に皇族方の意見を聞くよう勧めたが答えはノーだった。私は諦めが悪いのでさらに皇室の全員から聞けなんて言っていない。しかしせめて皇室の最長老の三笠宮様ぐらいからは聞くべきではないかと勧めたが、聞き入れられなかった。三笠宮様は戦前の皇室も占領行政下の皇室も旧十一宮家の親戚効果も知っておられ、今日までずっと皇室を見ておられ、少なくとも三笠宮様のご意見は伺っておくべきだったと思う。私だったらあんな見え見えの形で有識者会議を作り、座長に皇室の意見は聞かないなんて言わせない。無礼であり少なくとも非礼だ。果たしてあの人たちが本当に国民を代表する人選だろうかと。これどう思われますか。藤村官房長官。まあ、この時はこれ有識者会議という形で、この有識者の皆様が様々議論をされ、でこういう最終的に多分平成17年11月に報告書を出されたという会議でありました。で今回はこういう会議体を作らずに、様々なご意見を広くお伺いするという今やり方で、この時のやり方とはだいぶ趣が違うと思います。でそれはそういうヒアリングをする中で、あるいは国会での様々なご議論も生み出される、あるいはメディアを通しての国民各界各
層のご意見も集まるということを今期待しているところでございます。何か取りまとめをするということではございません。平成17年の時は有識者会議が報告書を出す前に、すでに平成16年の5月に内閣官房と内閣法制局宮内庁非公式検討会でもう作られていたんです。そしてその流れを組んで、今もまた園部さんが同じ流れの中でやろうとしてらっしゃるんですよ。これ十分に注意しないと。ですね、秋篠宮妃殿下がご解任後もですね、強引にこの皇室典範改正準備室はですね、報告書の通りにやろうとしたんですよ。それで私答弁見てましたけれども、こんな答弁じゃダメだとかですね、記者会見でも安倍官房長官そのペーパー読まなかったですよ。そういうですね、事務方がですね、何か意図を持ってですね、何かをしようとしているという可能性があるわけですから、非常に注意深く官房長官としてはですね、目配りをしていただきたいというふうに思います。皆様のお手元に資料があると思うんですけれども、参考資料、自民党山谷絵理子出展宮内庁と書いてあるこの資料を見ていただきたいというふうに思います。これは羽田長官が野田総理に持っていらした資料なんです。皇室の経図というのが1枚目に書いて、あります。そして皇室の構成ということで、皇族方のご年齢などが書いてありますね。それから皇室典範、それから皇室典範問題についてといって報告書等々が書かれているんですが、一番最後のページにですね、現在皇太子殿下秋篠宮殿下の次の世代の皇位継承資格者は悠仁親王殿下お一方であり、安定的な皇位継承を確保するという意味では将来の不安が解消されているわけではないと書いてありますね。このように聞いています山谷絵理子君。ですから羽田長官が野田総理にお持ちになられたペーパーの中に、安定的な皇位継承を確保するという意味では将来の不安が解消されているわけではないって書いてあるわけですから、この安定的な皇位継承を確保するというこの視点をですね、本質的な問題として捉えて、これからいろいろなことを進めていただきたいというふうに思います。それからもう一つのですね、旧宮家系図というのがございます。これはいろいろな報道で出たものを私の事務所で、作成し直したものなんですけれども、昭和22年の宮家功績離脱の際の当主は、太字枠で書かれております。GHQ の方針で離脱させられた、11宮家で、ございます。で、山品の宮、茅野宮、国の宮、梨本の宮、坂の宮、東国の宮、武田の宮、北白川の宮、伏見の宮、下院の宮、東伏見の宮、たまたまこれ右から読んでいるだけなんですけれども、これよく見ていただきますと、旧宮家のうち武田、北白川、坂、東国の4家のご当主様はそれぞれ明治天皇の皇女とご結婚されておられます。昭和天皇は国の宮家から皇后をお迎えになられておられます。東国家には昭和天皇の第一皇女が嫁がれておられます。旧宮家のと現在の皇室はご親族としてとても近い血縁関係にありますし、もちろん適格性妥当性いろいろなことを考えていくことは大切でありますけれども、旧宮家のある方々に、復帰していただく、あるいは女性しかおられない今現在の現宮家の中に旧宮家の男系男子が養子にお入りになられるのはどうかというようなご意見をお持ちの方もいらっしゃいますが、その辺の検討はいかがなりますでしょうか。日村官房長官。ですからこの検討を政府がないし何か内閣官房がリードするわけではなしに、今はさまざまなご意見をいただいているという段階でございます。私のふるさとの福井、阿諏訪神社という私がちっちゃい頃遊び場でした。第26代慶太天皇のお像がございます。子供心に不思議に思っておりました。慶太天皇のこと質問事前通告しておりますので、ちょっと説明をしていただけますか。藤村官房長官、これだけ細かくなりますと事前ご意見いただいて述べたいと思います。慶太天皇は第26代天皇であるが、先代の第25代武烈天皇が崩御された時に、お世継ぎがなかったので、第15代応仁天皇の5世の孫であった慶太天皇が迎え入れられ即位だ。このように聞いております。武烈天皇からは10神道200年の時があります。しかし、そうしてもですね、各番家一世男系をつないでいくんだというですね、様々な工夫がこれまであった
ったわけです。この圧倒的に美しい伝統文化を守ろうとする君臣一体になった思いですね。これはですね、本当に大切にしなければいけないことだというふうに思います。皇籍を離脱する時にあたって昭和22年ですね、当時の加藤進宮内次官はですね、万が一にも皇位を継ぐべき時が来るかもしれないとのご自覚のもとで身を慎みになっていただきたいとの言葉もあったと言われております。ところがですね、平成17年の有識者会議では旧皇族はすでに60年近く一般国民として過ごしており、また金城陛下との共通の、祖先は約600年前の室町時代まで遡る統一主で、国民の理解と支持を得るのは困難と、こう根拠なく決めつけているんですね。アンケート、国民の世論調査でもですね、やはりそうした議論はすべきではないかという方の人の方がむしろ多いんですよね。今の現段階の。ですから、やはり、様々な、視点から安定的な皇位継承を確保するというですね、この議論をきちんと同時にですね、本質的な議論なんですからしていただきたいと思いますが。今、山谷委員の、おっしゃること、それは、有識者の中からも多分出てくる案件だと思います。昭和22年に11宮家51方ですかが皇室を離脱されたということ で、その離脱された方々が、かつての今さっき歴史を言っていただきましたが、かつてにも離脱されて、また離脱されたというふうなケースもありますし、それらは今後さまざまな有識者のご議論ご意見を聞いていくことになろうと思います。私が今こうでこうすべきだああすべきだというまた言うべきでないと思っています。ご皇室の弥栄繁栄が永遠に続くようにというのが国民の願いでございます。国論が2つ二分されるようなことがあってはなりません。敬意と慎みを持って議論をしていただきたいと思います。今の本当に民主党政権のですねいろいろな行動を見ておりますと心配でなりませんので、本当に慎重に敬意を持って行っていただきたいというふうに思います。